平日嫁に来てほしいと男たちは誘います。しかし姫は男たちの求婚を断り続けました。そんな姫の噂は都に住む三河の若いも届き、たくさんの家来を連れてやってきます。しかしかぐや姫は三河の求婚にも決してうなずきませんでした。そしてその頃から前のように月を眺めては涙を流すようになります。心配をしたおじいさんとおばあさんが訳を尋ねると、私は月から来たので、次の満月には月へ帰らなければなりませんと言います。二人は三河に事情を説明し助けを求めました。でそしていよいよ満月だが、三河は多くの兵を集め月からの使者を迎え続けしかし、月の使者を前に手も足も出せません。かぐや姫はおじいさんとおばあさんに別れを告げて月へと帰っていくのでした。でそれでは本日の奏者、パフォーマーの皆様をご紹介いたします。都内を中心にご活躍をされておりますバイオリニスト、小宮園さんです。大きな拍手でお迎えください。
Thank you.